で、まず国土強靭化という観点から、どういう IT 政策の方向性があるかということで関係企業の方々に、お集めをいただいております。まず冒頭、平井委員長よりご挨拶いただきたいと思います。皆さんおはようございます。おはようございます。今日は朝から本当にありがとうございます。いよいよこの IT 戦略国務委員会のヒアリングをこれからスタートさせていただきますが、我々は政府与党一体ですので、政府の新しい、IT 戦略の作成、それに業績を合わせながら、スピードも合わせながら、我々その補完勢力としてこの提言をまとめていきたいというふうに考えています。その出口は5月ということでございますから、時間があんまりあるわけではありません。ただ民主党が作っていた IT 戦略の焼き直しということはしませんので、今回アベノミクスの成長戦略の中で、どのような考え方を取りまとめることができるのか、もう民間の方々の知恵をいただきたいということで、このヒアリングには毎回遠藤 CIO にも出ていただくということになっております。今日本当は山本大臣出席予定でしたが、急遽来れなくなりました。ですから次回のヒアリングの時にもにでもご挨拶をいただきたいと思います。それと今日は9時から質疑が始まってしまいます。マイナンバー法案で、私も木原さんも委員会の理事と委員長という立場でございますので、8時40分ごろにはですね、この会を失礼させていただこうと思っておりますが、小坂先生が来ていただいたので、もう小坂先生にあとは全部お任せして、我々は退席をするということになるかもわかりません。いかんせん、いろいろと、もうその時代も変わって、技術も変わったし、いろんなものの考え方も変わりましたので、本当にもう新しい発想で進めていかなきゃいけないし、政府全体として、その IT の政策を見直して、ダイナミックにやり直すというのは、今回が本当にある意味で、チャンスだと思っています。そういう意味で、我々、気合を入れて、今後、この委員会を運営してまいりますので、どうぞよろしくお願いいたします。今日はどうもありがとうございました。